ちゃんとしっかりあのマリネして水分をちょっと出して味付けつけた状態で炭で炊き出して、でそこからスモークの香りつけて、ね、で真空パックして冷凍して急速冷凍させて出来上がる、生ハムみたいな感じです。美味しそう。スモークっていうだけで、だからみんな思ったたきと全然違う。その焼き鳥屋さんでもやまずやってない。洋風なの？洋風ですね。生ハムみたいな感じ。今はスモークの香りはついてるけど、まあ、わさびだけでもらって、塩味はついてるので、柚子胡椒だけとか、あとオリーブオイル回しかけてもらう。これも店頭で買えたりするんですか？全然ありますよ。あるんですね。あ、あるんですね。これで350円とか、それぐらい。それぐらいで、そんなにお値打ちに。そうですね。これ焼き鳥屋さんで出したら、これ半分で1人前のたたきぐらいになるんで、楽天では1000円で送料無料。2個でね、1000円、1000円。